多分今入ってますかね、まだですかね。はい、皆さんこんにちは。今あのユーストリームっていうやつがあの昔やってみましたけど、今あのライブストリーミングというのができるようになりまして、それをちょっとセッティングをしてます。使ってるソフトは、同じような感じで使ってるんですけど、こちら画像が全然出てないっていうのが何でかわからないんですけど、出てないんですかね、この SCFHDSF という、まあ、バージョン一緒なんですけど、ね、昔と、そちらを使ってます。今はここのサイズですね、範囲設定っていうのを押してカパッとしてるんですけど、でこんな感じの設定を行ってます。あ、見えてるんやな。あ、優秀優秀。ただギザギザになってると思うんですけど、あの読んでいきますと、ここが範囲選択ということで、こういう緑の画面になるんで、これをダブルクリックするとここに設定が入ってきます。このサイズはあらかじめ、録画の時にいつも YouTube 用は 1280×720 なんで、そうさせてもらってます。はい、あとはオプションのところはなんかわかんないんで、もう全部ダッとチェック入れまして、あとはもうそのままです。で、こんな感じで設定をまずします。多分違うかもしれないですけど。で、もう一つはですね、こちらですね、Adobe のフラッシュメディアライブエンコーダーっていうのが 3.2 っていうバージョンあるんですけど、そちらを使ってやってます。今ちょっともうあのストリーミング始めてるので、スタートボタン押しちゃってるんですけど、こちらのビデオのデバイスのところから、SCFH の DSF、 先ほど設定見せましたけど、そちらのソフトをですね、選択します。まあ、デバイスっていうかソフトっていうか選択します。で、今フォーマットは間違ってるかもしれないですけど、 H の264っていう、フォーマットを使ってます。フレームレートは、まあ、30フレームがいいのかもしれないんですけど、今20でやってます。で、インプットサイズっていうのが先ほど見てもらったと思うんですけど、1280×720なんですけど、まあ640×360という風なインプットサイズに変更してます。で、ストリーミングのレートって言ったらいいんですかね、が、今200でやってみたんですけど、ブチブチ切れてたんで、50、kbps にしてます。で、あとはオーディオ、今話してるんですけど、この話してるオーディオはチェックを入れまして、デバイスはマイクにしてます。で、フォーマットは MP3 の、まあ、ラジオみたいな感じなんで、まあ、モノでいいと思います。ステレオではないです。ヘッドセットを使ってます。で、サンプルレートは 22,050Hz を使って、ビットレート、昔のラジオみたいな感じで 48kbps っていうのを使ってます。ボリュームはこれぐらいにしてます。こんな感じですね。で、こちらが今のセッティングになってまして、今度は、Ustream を配信するための今あの出してるセッティングについて説明しますと、このところに見えないと思うんですけど、FMS URL っていうものとストリーミングっていうのがあります。こちらについてちょっと紹介します。見えないでしょうね、だいたいあの場所でやるしかないですね。
で、今ストリーミングっていうのはこちらのところですね。まあ、普通はこうやって、なんていうんですかね、弾きますと、ここにクリエイタースタジオっていうのがあると思うんですけど、こちらをクリックしますと、こんな感じのメニュー、サイドバーにメニューが出てきまして、この前紹介した音楽とかはこちらですね。クリエイトのオーディオダイバリーっていうやつで、あ、紹介したっけ？紹介した？なんか、メッセージがあったので信じたのかもしれないですけど、すいません。 YouTube のオーディオライブラリーってフリーでダウンロードできるっていうものがいっぱい入ってます。またよかったら使ってください。で、そのすいません戻りますけど、ストリーミングですねのところでこちらに持ってきまして、まあ、セッティングソフトウェアとか、まあ、いろいろ今もう説明ブログでやろうとしてるんですけど、まあ、テストっていうことで、まあ、カテゴリーとか選んでもらってやったらいいんですけど、一番下のところにこのエンコーダーセットアップっていうのがあって、そちらのこのサーバー URL っていうのを RTMPっていうのがありますので、こちらをとこちらですね、この2つをコピーします。1個コピーして、こちらのこの FMSURL のとこに貼っちゃいます。ペタッと。それがこれです。サーバー URL っていうのがこちらになります。それともう1つは、バックアップは、まあ、ちょっといらないんですけど、ストリーミングっていうのは、こちらのストリーミングネームキーっていうのがあるんですけど、これコピーが多分できないですよね。コピーができないので、これですね、まあ、見えてもいいのかどうかわかんないんですけど、こういうふうに、見せることができるので、これをコピーして、なんか悪用されるんですかね、大丈夫ですか。でハイドにしてしまって、それで多分、うん、できます。はい、まあ、アナライズとかやったらちょっとお昼にやり始めたんですけど、こんな感じでそれをこちらに貼っちゃうと、いう感じですかね。これでセッティングは終わりです。終わったら、こちらのファイルでセーブプロファイルっていうので、今テストっていうファイルを作ったんですけど、このスタートアップテストっていうところで保存してあげます。で、あとは、もうセッティングですね、どの辺かっていう位置も決めましたので、スタートっていうふうにボタンを押すと勝手にストリーミングが始まります。汚いと思うんですけど、気にせずやってます。もう黄色ですもんね。緑やったら良好なんでしょうけどね。はい、で、その次にここの画像なんですけど、画像はもうキャプチャーしてるものでいいんですけど、もしもここラジオみたいな感じで今みたいにどうせ画質が悪いしっていう話になってくると、ラジオ放送っていうのがよく YouTube なんかでやってるやつあると思うんですけど、その場合には、こちらのビデオはチェック外しまして、オーディオだけにしまして、マイクだけの音声にしちゃおうということですね。で、今はちょっと非公開で録画っていうか放送をしてますので、流れてませんけど、ここにチャットが出てくるので、チャットで、まあ、応酬するという感じになるのかと思います。これで、あれ、もしかしたらセッティングが間違ってるかもしれません。誰か見に来てますかねすいません、あのしょうもないグダグダの説明になってますけど、また録画してるのでそれをオープンしたいとは思ってます。あとはストリーミングオプションっていうやつですね、いうところで、こちらの
よくこれも分かんないですけどね、エナブル、あ、僕ね英語で全部書いてあるので、はい日本語っていうのでやればもっと分かりやすいかもしれないですけど、このメイク、アーカイブですね、完全に終わった時には自分のところにデータを置いてくれるっていうところを選択しています。あとは、圧縮って言ったらいいですかね、圧縮はせずに、ビューアーのバッファーをそのまま、という形を選択しています。はい、こんな感じです。大丈夫ですかね。カード、最近YouTube はこのカード機能っていうのがあって、そんな説明してなあかんすか、はい、カード機能でこのウェブサイトとかですね、なんかパンダリング、パンダライジング、これなんですかね、ファンデーションじゃないですよね、なんだろう、寄付とかのやつですかね、違うんですかね、マーチャンダイズ、これは商用でなんか使ってるやつでしょうね、まあ、なんか自分が iTunes とかでなんか商品売ってる人なんかは選択するんですかね。でビデオリスト、これは YouTube の自分のリストがあると思うんで、そこで、やるってことですね。でチャンネルは自分のチャンネルじゃなくて別のチャンネルをこう PR する場合にはこれで選択することができます。これも他のこのストリーミングとはま関係なくて YouTube のセッティングになってるので、その辺は、まあ、他でもいっぱい PR してると思います。こんな感じです。はい、で基本的には先ほどのこのこれでオンオフをするっていう形になるので、今ちょっとわざとこう重ねてますけど重ならないようにして、制御コントロールしてもらったらいいんじゃないかなと